あのすいません、少しやりすぎじゃないですかね。てめえクソ錦の仲間かなんかね。ああやる気か坊ちゃん。よし、じゃあ第4章やっていきましょう。錦がボコられてるとこですね。ですね、まあ、アキラを手に入れたんで一応連れてきてます。金木のですね、この技をね、今強化できる限界のとこまで強化したんで、まあだいぶ戦いやすくなったんじゃないかと。まあ前回はね、第3章ではだいぶね負けそうな戦いが続いたんで、まあそろそろ育成の方をな、しなきゃいけないなと思い、まあ、育成した次第であります。結構出てくるな、これまだ、やばい、範囲攻撃つか、範囲攻撃ひれえな。あー食らっちまった。あ、やべえやべえやべえ、マジか、めっちゃ範囲攻撃くるじゃん。俺も吹き飛ばすぜ。よっしゃい、範囲は撃たれる前にこっちが撃ってしまえば OK。 いや、このクソ広いさ、範囲攻撃してくる敵3体出てきたらちょっときついな。何気ね、メインの金木よりアキラの方がレアリティが高いんですね。じゃあ4の2行きましょう。これはただのあれかな、敵を倒すだけの。とりあえずサクサクで行きたいんだが、オッケー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 。アキラがなかなかいい仕事しているのかな、わかんねえ。アキラさんやってますか。アキラさん進歩どうすか。やべえ、こいつらあれだぞ、ライフル持ってるぞ。いやー、出た出た、俺が苦手なやつ。まあちゃんとスキルで処理すればオッケーかな。オッケー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 、いいね、金木強化したらだいぶ戦いやすい。おっと、うわー、またなんかすげえの出てきた。やべ、使っちまった。くそ、使う気、待って、やばい、くっそ、使う気なかったのに。まあいいや、こいつなかなか耐久力あるしな。カグネの形がすげえな、ミミズみてえなカグネしてるわ。あ、今範囲食らったのか。なんかミミズみてえなさ、あの笛口1を赤くしたみてえな、気持ち悪いよね。あの先っちょだけ色が違うとやっぱミミズみたいに見えますね。じゃあ4の3に行きましょう。大学かな、神大学かな。おっと、あ、何これ、守れみたいな感じなのかな。多分守れイベだなこれ。なるほどなるほど、前からしか敵が来ないんだったら、まあまだ守りやすいか。守るぞ、お前ら左右回って、あの守ってくれんのかな。お、来た来た、やべえ、これ怖い。大丈夫、他から来てない。これ最後の方になったらすごいなんかラッシュで来るんだろうか。なんか右を見すぎて左から来られるのやだな。オッケー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 、あー、やばい、来てる来てる来てる、やめてー、触らないで。そんな風にしないで。あれ、どっから、もう来てないっつか、緑色の血が出てなかった今。プレデターか、いや、プレデターじゃないの、エイリアンか。いや、ちょっと待って、やばい、めっちゃ来てるじゃん。ちょっと待って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 、せい、大丈夫か、触らせねえぜ。やべえ、窓さん強い、あ、違う、窓さん、あ、これ敵じゃん、窓さん、お前笛口にいつの間に手に入れたんだ。お前まだ笛口にを使っちゃダメだろ。やべえ、なんか
キル一瞬使えなくなっちゃった。びっくりした。なんか一瞬窓さんが味方みたいに見えたわ。グールの襲撃から偶然錦を助けた金木は、家で出迎えた錦の彼女キミが人間であることにひどく驚く。キミはなかなか傷の癒えない錦を心配し、金木に助けを求める。金木と別れたキミを晩餐のスパイスとして拉致した築山は、金木にディナーの招待状を送る。キミを救出すべく、金木と錦は教会へと急いだ。なるほどね。何もできないのはもう嫌なんだ。錦くん、君はゾンビかいのとこだね。錦くんじゃなかったっけ、西尾くんだっけ。じゃあここのボスは築山になるのかな。多分赤シャツ築山だよね。トーカが助っ人に来るやつ、多分そうだと思うんだけど。えい、やーべえよ。え、待って、ひなみの歩き方可愛くない？なんかひなみの歩き方さ、なんかスキップしてない？ちょっと可愛いんだけど。あ、ボスかなこれは。え、なになに、あートロップだったか。ちゃっかりみんな食らってんのかよ。ちゃっかりみんなこれ食らうのな。危ねえな、これ。しかもあれだな、敵の攻撃よりこのダメの方が入る説ある。いや、みんな食らってるやない、ひなみ食らっとるやないかーい。俺、お前らの動きまで管理できねえぞ。錦君なかなかやるやんけ。出た、分からせます。うわ、強えこいつ。やばい、範囲、うわーマジかよ。待って、範囲避けきれないんだけど。マジこれやべえな。こいつ強いぞ。普通に範囲攻撃使わなきゃいけないかもしれない。こいつ強えマジで。分からせます。おい待って、こいつ普通に強いんやが。やばいやばいやばい、マジで。うわ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 、ちょっとやばいなこれ。逃げてください。危ない。あ、こいつがボスだったんだ、ここの。いや、めっちゃ強かったぞ。ほんと負けそうだった今。危ない。あれ、もう築山いるぞ。なんだ、築山を追いかければいいのか。え、もしかしてレース。あ、レースっぽいな。なんか前にもこういうのあったよね。で、あそこがゴールと。待て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 、あいつちょっとフライングしてね。フライングっつうか、せこね、スタート位置がさ、あいつの早いんだけど。あ、邪魔してくるタイピーのやつ、邪魔してくるタイピーのやつか。これで移動速度速くなる。いや、もう別にあいつが俺ら攻撃してくるんだったら全然いいんだけど。これただ走ったらいいだけだよね。ああ、なるほど。見て見て見て、ひなみの歩き方超かわいい。なんやスキップしてんだけど。あ、この任務で合ってんのかな。ほい、あ、何、なんか任務があんのか。争っちゃいけないんだ、争っちゃいけないんだ。どういうことですか、これは。築山をここまで連れてこいとかそういう感じ。そんな、あ、いるじゃん。何してんだ築山よ。
月山くん、これあれか、全員倒せとかそういうノリ。あー、そういうノリかもしれねえな。いや、ちげえわ。分かった分かったぜ、やりたいことが。これ築山を止めればいいんだろう。いや、しくったな。これ築山を止めるイベだったか、まさか。やばい、強いこいつ。なかなか耐久ある。いつ範囲攻撃来るんだ。この緑色の血が飛び散ってるみたいなのは何なんだろうか。まだこれだけやっても HP 半分しか削れないのか。築山の攻撃がすげえなんかビヨンビヨン伸びてくるんだけど、ゴムゴムのなんとやらみたいな。ひなみが遠くの方からかろうじて攻撃してくれてる。俺の攻撃は一発あたり200とか、あ、400出てるやつもあるね。スキル使うと1000とか。あいつ回復してね、微妙に。いや、投げ投げ投げ、マジで。アキラが時々さ、なんか画面外に吹っ飛ばされてるのがバグなのかわかんないけど、こいつ HP 多すぎな。多分今のは最後のゴールまでに築山を止めなきゃいけなかったっていう任務だったんだろうね。出た、またあいつか。お前よく出てくるね。オッケー、先に進もう。右は通行止めか。あー、なんか待って、エリアがあるんだけど、これはここのやつを倒さないとダメってこと。エリアの壁があるんだけど、つかまた火炎か。これ俺は抜けられても後ろのやつが抜けられないのはさ、どうしたらいいんだ。当たってるだろそこ、ひなみ。痛かったらもっと前の方来ていいんだよ。ひなみちゃんの回復スキルが発動する条件って何なんだろうな。いやー、なんか広い場所に出たから、なんかそろそろボス臭がするんだけど、まだですかね。いや、勝て、こいつボスか。やべえ、範囲来る。こいつボス数、ボス数ボス臭がするな。ラスト飛ばせ。オーケー、次ぐらいで築山かな。まだ築山イベ中だよね。出たか。築山！残念だがそれはできないな。この女性は今宵の晩餐のスパイスだ。スパイスだ。最高の鮮度で食べさせてあげたいんだ。正確に言えば金木くんが食べながら金木くんを食べたい。そうしたい。クソ野郎。
行くぞ。あれ、これ君を守らなきゃいけないのかな。戦略的咀嚼。君を守らなきゃいけない。いや、そんなことはないはず。あいつを倒そう。分かってもらえませんよ。おい、空気飛べ。オッケー、やばい、これ俺が吹き飛ぶ。オッケー、絶妙にかわしていく。金木くん、もうちょい足速くなってほしいね。はい、かわせかわせかわせ、みんなかわせ。 FF14 をやってる気分なの。さっきのやつよりかは HP 多いことはないかな。絶対攻撃君に当たってるだろう。やばい、来るぞ。お前ら全員当たってるだろ。いやー、やっぱなんか後半硬いような気がするな、月山。いやー、来るで。やべ、そろそろアキラが倒れそう。え、ひなみがその前に倒れるな。やばい、ひなみ避けてー。あー、ひなみやられちゃった。まだ俺多分一発ももらってないと思うんだけど。オーケー、いいね。教会での事件後、アンテイク周辺ではいくつかの変化があった。ニシキはアンテイクでアルバイトを始めた。金木と吉村の話を聞き、キミのために人の命を奪うことをやめ、アンテイクで集めた食料を食うことで必要以上の捕食をしないことを選んだ。はい、というわけで4章は、月山のね、教会編まででした。というわけで、次回からは5章を進めていきたいと思います。ではまた次回の実況動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。